じゃあ皆さん見てください。今日はね、たくさんの素敵な仲間たちに囲まれてもう嬉しいですね。今日はですね、この後福岡市は中央区天神というところのですね、ど真ん中でクリスマスコンサートでですね、みんなで演奏をしていくんですけれども、じゃあですね、今回ね、力を貸してくれる素敵なメンバーの紹介をさせていただきたいと思います。クラリネット、前野さん。壊れてないですね。はい、壊した方がいいですか。いやいや、ダメです、です。そして、三浦です。村山さん。いや、村山さんね、前回 YouTube に出ていただいて、結構ね、人気があったんですよ。村山さん、もうファンっていうね、ファンっていう方が多かったんで。村山さんです。ありがとうございます。なんかワンフレーズお願いします。三浦の音。はい。イエー村山さんです。村山さんですね、今回ちょっと僕たちが、ね、演奏するためにアレンジもねしてくださいました。ありがとうございます。そしてトロンボーン、さきくんです。イエー、さきくん、はい、はい、さっきくん、登場は初めましてですね。ちらほらね、YouTube に映ってくださってるんですけど、ちらほら、ね、単体として今日は初登場でございます、さっきくん。よろしくお願いします。イエーイ。あ、なんか、なんかちょっとお願いしますね。せっかくですんで。ほって。よろしく、今日はよろしくお願いします。そして、見てください。ね、バラエティ豊かな楽器ね、今日はパーカッションです。パーカッションはももちゃん、イエーイ。ね、ももちゃんが座ってる楽器はね、カホンっていう楽器なんですけど、ちょっと見てもいい？博多のね、博多の山笠のなんていうのかな、この博多人形が、あしらわれているですね、珍しいね、楽器なんですね。ももちゃんもありがとう。最後はですね、ピアノ、鬼塚さん、イエーイ。イエーイ。今日はですね、こんな素敵なメンツで演奏していきたいなと思っております。皆さんよろしくお願いします。じゃあメリークリスマスコールお願いします。いきますよ、せーの、メリークリスマス。Thank you.
とかね、あっという間にね終わりましてね、たくさんの方にね聞いていただきました。このね木村カンターみたいでね、実はじわじわ人気のビューラーのですね村山さんに来ていただきました。今日はね、今回は村山さんのアレンジでですねそうさせていただきました。村山さんどうだったんですか？思ったよりもお客さんが集まってくれたから良かったな。寒いですね。アレンジしていただいて、村山さんの頭の中で鳴ってる音は鳴ってましたか？リハの時の方が良かったまあでも、ねはいはい、寒いですもんね。指が動かない。じゃあ来年からもっとこの編成で行けるように頑張りたいと思いますので、はい、今後ともどうかよろしくお願いしたいなと思っております。何かこう、はい、見てるファンの皆さんよかったら一言メッセージお願いします。いや、国はないんですけど。国はないじゃない。まあ、生きてる限り頑張りたいと思います。そんな。ありがとうございます。村山さんでした。どうもありがとうございます。福岡市中央区天神のど真ん中で、見てください。こんな素敵なね、クリスマスツリーの下で演奏することができました。ね、来年は今回みたいなですね、少しね、大人数でのコンサートもですね展開していきたいなと思っております。多分ねこの動画が2022年最後の動画になると思います。皆様のね2023年がまたまた素晴らしい年になりますように。それでは皆さん、お別れコールよろしくお願いします。じゃあいきますよ。今日はさよならとメリークリスマスハッピーニューイヤーでいきましょう。いただきます。せーの、さよなら、メリークリスマス、そしてハッピーニューイヤー。